ウェストミンスター・チャペル、ウェストミンスター・チャペルは、1840年から、ロンドンに所在する、福音主義教会である。バッキンガム宮殿から200ヤードのところに位置する。教会は長い間、福音派クリスチャンの交わりの場であった。現在の教会堂は1865年に開かれ、約1500人が入る。ここは、改修派教会として創立され、 1839年から1968年まで、マーティン・ロイド・ジョンズが巻き替え連動した。ロイド・ジョンズの巻き替え時代に、回収派ユニオンを離れて、独立福音教会フェローシップのメンバーとなった。ロイド・ジョンズの公認の牧師は、精霊派の出身者である。チャペルのウェブサイトによる、1840年当時、ウェストミンスター・チャペルが現在立つ地域は、未開発地域だった。 その時から比べるとかなり発展した。また、この地域の歴史的建造物、バッキンガム宮殿やウェストミンスター教会に多くの旅行者が訪れる。教会の信仰は福音主義である。礼拝は、ワーシップの時を持ち、予言とサーモンを含み、聖書的な説教がある。ウェストミンスターチャペルは、ロンドンと連合王国、国家への予言的な声であろうとする。教会は、 ミッションビジョンと題する小冊子を出した。そこでは、教会が精霊に導かれ、予言的でさらに宣教に励むと述べられている。ありがとうございます。